ではただいまよりですね、質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。田尻さんに聞きたいんですけど、なぜ首里選手と坂村選手は両方、やっぱりですね、僕の中で、やっぱり女子なんで、そしてまず女子と戦ったことが、ないわけなんですよ。バンザイ中はありますけど、それはハッスルの中の話なんで、でやっぱり僕がなんかこう感じる中で、里村選手というのは女子校の中で最強者なんですよね。でやっぱりこうスタートの出発地点のハードルをとことん高くして、もう最高のものに触れていただきたい、触れてもらいたいなって、それで僕から里村選手にお願いしてきました。そしてこの実際当日目にしてみるまでどうなるか全く予測がつかないというのが、僕は最高に面白いと思うんですよね。で実際僕はそれを見てみたいんですよ。そういう理由ですね。それを3月に、最初にするのお化けのホールです。そして4月に来るのはものすごく大きな選手です。体の大きさが、大きいけれども、もうムササビのように空を飛ぶことができる選手です。大川選手、今回のこのハードル変更に至るまで、いろいろ努力であったり、実績とかいろいろあったんですけども、実際に大川選手のパートナーが増えているというような感じで、どうでしょうか。はい、やっぱり半分半分だと思っています。櫛田さんのことを支持するファンの人の声も、耳にしてますし、僕のことを支持するファンの人もいますし、半々だと思ってます。やっぱりそれはやっぱり人間ですので、個人の感情だったり、ですとか、やっぱり意見がありますので、そこはやっぱ人によって違うと思っています。なので、決して僕のその信念というか、自分の思いを貫きたいというふうに思っています。そうですね、やっぱり僕がやっぱ大事にしたいのはスマッシュという罠なので、それをやっぱ目指そうとするやつは、とことんやっぱ許せないなという気持ちになってしまいますので、やっぱああいうふうに櫛田さんみたいにすごい個人的に自分のことしか考えないような人は、僕はこのスマッシュの輪に入ってほしくないと思ってますので、やっぱそこは僕の考えである意見ですね。人によって全然違うと思うんですけど、僕は自分の意見、思いを貫くだけです。その他いらっしゃいますでしょうか。では以上で、質疑応答を終了させていただきます。すみません、さっきのサンダースのやってくるカナダのお化けみたいな選手、ちょっと補足で、カナダのエスキモーの町からやってくるお化けのような覆面をかぶった黒人の選手です。カナダのエスキモーの町からやってくるお化けのようなマスクをかぶった黒人の選手です。なんでしょうね、それ一体。いるんですよ、そういうやつが。そのエスキモーのエリアでは、ベルトも取ったことがあるような実力者らしいです。